私父は、芋けんぴ。よいしょ。はい、始めます。なんだっけ、何してたんだっけ、前前何してたんだっけ。あ、ポー一匹捕まえに行こうかな。あ、いいえ、ちょっと最近エーペックスやりすぎてさ、操作がどんなんだったか、ちょっと1ヶ月、1週間ぶりだけど、なん思い出せない。ポポパ、ポポパ、安定のポポパでございます。今日はね、コメント多分できると思うから、ここやってみてほしい。やってみてほしい。押してみてほしい。え、捕まえた！ごまだれー。はい、今日一番ごまだれ来ました。妖精ですね。この妖精さんはね、美味しい。こんばんは。あれ、やっぱりコメントのところが出てない。なんかね、ずっとこのコメントのところ壊れてるの。ちょっとね、更新してみるね。ちょっと。ヘイ！なんか今めっちゃ聞こえた気がする。リッスンが聞こえた。あ、やっぱダメだ。ダメですね、なんか。ダメですね。読み込まないです。今日もコメント映んないです。ごめんね。もうこれある意味ない気がする。これ、なんだい。こんばんは、スクミズもダウンロードするぞ。おー！というわけで、カッパちゃんいらっしゃい、クイシスね。本当ですか？ダウンロード版も。ありがとう。そんな。そうなんだよね。なんか、スクミズを紙で見る方法がないっていう。そう、ちょっとね。芋けんぴさん、実は写真集第2弾を発表しまして、この度。前回はね、その増量版とかそういうのがなかったから、あんまり何も関係なかったというか、あれなんだけど、あ、間違えた。よいしょ。えい。ね、なんだけど、あれなんだよね。今回は増量版で、すくみずをね、用意してましてね。それで、その増量版がネット通販のダウンロードしたら見れるよってやつだけで、まあ、だから通販特典だよね。で、なんだっけ。まあ、表紙というか、紙のやつは普通に、まあ、そのネットのやつよりも、まあ、作るのにお金がかかってるんだけど、値段が一緒っていうことで、よいしょっと。値段が一緒ということで、ちょっと、なんだい、ちょっと安めというか、格安というか、になっております。はい、捕まったー。なんか出たー。あ、君は確か、なんだっけ、デレンコ様。異次元悪霊ファントムガムガノ。お、いいなぁ。いいなぁ。絵の中に入れるん？あ、いた。リッスン！ファントム、絵から飛び出すときを狙わなきゃ、偽物には気をつけて。偽物がいるの？あらららら。おおおお、早速ぐるぐるしてるんだけど。あ、いた。どこにいるのかな。どこに、あ、いた。わあわあ。え、なにどこいんの。ちょっといまいち攻撃の仕方わかんないんだけど。絵から出てきた時を狙ってって言ってるんだけど。
あらららら。あらららら。え、何？これは何で攻撃したいの？やっぱ剣。剣で攻撃した方がいいの？剣、よいしょ。あれ。わーわーわー。ちょっと体力が早速なくなってきちゃってるよ。倒し方もわかんないまま、体力が。いた。え、何？偽物と偽物じゃないやつの違いはどうやったらわかるんだい？あ、死んじゃった。え、これどうやって倒すの？ヨセさんありがとう。ちょっと私は体力が削れてるんだけど、なんか来てるね。どうしたらいいのこれは。待ち伏せか、待ち伏せしたらいいのか。どうしたらいいの。なんか来てるけど、だいぶだいぶダメージ受けてるよ。ん？あそこにはいるのは分かってる。あ、また死んじゃった。難しいよ。だいぶ難しいよ。え、どうしたらいいの？ナビー。あ、ナビー、ナビー。ま、来てるのはわかるよ。あ、弓矢かな。走ってくるのを見つけて待ち構える感じ。なるほど、待ち構えるのね。走ってくるのを見つける。いた。あ、なるほどね。こういう感じ？ってことは見つけないといけないわけだ。いた。あ、これが偽物なのかな？なるほど、なるほど。やり方分かったぞ。いや、ごめんね。ちょっと今ね、コメント読んで余裕がなくて、コメント読めないんだけど。あ、いた。あ、違うな、あいつじゃ。そこにいましたか。なるほど、なるほど。でも、弓矢があと5本しかないね。あ、いた。よいしょ。あら。え、弓矢もうないんだけど。矢ないから、これでもいいかな。これでも攻撃できるんかな。弓矢なかったらこれ積みゲーじゃない？ああ。もう一生ここで待ち構えとったのかな。それはあかんのかな。なんか飛んでったね。あ、なるほどね。
止まってたら止まってたあれで怒られるというか、難しいね。あ、いた。あ、偽物だ。あららら、偽物かどうかもう2分の1だからしゃあないね。しゃあないから頑張ろう。よいしょ。お、攻撃2発目。わはははは。いた。お、2回連続。やめてやめて、何。痛い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 。なのにゅうなんだけど。あ、できたできた。あららら。もう一回ナビに聞こう。絵から現れる森の神殿の悪霊、敵の魔法攻撃を打ち返しちゃえ。打ち返すのか。なるほどなるほど。ナビが結構戦い方を教えてくれるんだね。えーい。あ、なんか今のさ、画面さ。めっちゃポケモンみたいじゃない？この感じ。攻撃を仕掛けてきた。えい。当たり判定ガバすぎん？当たり判定ガバ、あーあー、ほらほら余裕ぶっこいてるとこういうことになっちゃうんだよ。えい。あ、もうダメ。頑張れ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 。あ、ゼルダくん、もう回復できない。どーんまいどーんまい。初めてくる、こんばんは、ひろゆきのライブが突然終了したので見に来ました。というわけで、大集まりさんにチェックしててね。ほんと難かった、これ難しいね。ナイスです、ありがとう。やってわけで、ズタボーシャイらしゃいくしてて、みんな来てくれてありがとう。ナイス、テニスです、テニス。これテニスだね。ラリーゲー。ラリーラフィー。油断大敵、本当にね。こうやってね、調子に乗るのがイモケビさんのダメなところですね。いや、自分不器用なんで。自分不器用なんで。よいしょっと。あ、違う。よいしょ。よけ。あ、平和の音が鳴ってるよ。あ、オカリナしまっちゃダメじゃないか。オカリナで吹かないと、ほい。ほんとね、こうやってね、調子のところがね、ダメなとこやと思う。間違いなくそう。もう、あ。もうほんとね、調子乗っていいことないんだからね、まったく。まったく。てか、弓矢を補充しないといけない。確か。弓矢を補充しなければならない。なんか、その辺に落ちとるか。多分。よいしょ。はい。よいしょ。あ、そっか、今、ゼルダくん、3つしか体力ないから、あれだ、やらないと。ポポパポポパポポポポ。動画唯一の癒しとなっております、こちら。ちょっと妖精さん、ちょっと妖精さん、ちょっと遠すぎたかな。時の歌を吹いた。いよいよ。ゲットだぜ。よいしょと。これで、こうか。あとは、自分の体力を回復するだけですね。妖精の乱獲。妖精の乱獲。
てか、うちがゼルダならさ、もう絶対冒険なんかしひんと、瓶いっぱい集めてこれで商売する。間違いなく妖精屋さんかなんかやるよね。よいしょっと。いやもう、まあそんなこと言ってるからね、イモケンピさんは勇者になれないんだろうけど。え、絶対そうじゃない。みんな、ナビを瓶に詰めましょうって。ナビ瓶に詰めたら、なんか、なんかいいこととかないかな。妖精さん、待って。え、妖精さん？妖精さん？あ、ありがとう、ありがとう。ナビ瓶に詰めたらなんかお宝映像とかないんかな。 じゃあめっちゃ頑張んで。100時間でも何でもして、ナビのお宝映像見るべ。よいしょー。はい、スタート。あとは矢ですね。そうそう。矢の補充がね、しないといけないんですよね。はい、どっこいしょーっと。あまん、邪魔、邪魔。てかさ、今日もさ、事務所の前の道にさ、バカみたいにゴキブリおったんよ。どうしたん？なんか誰かゴキブリ飼っとるんってくらいにさ、なんかゴキブリ飼ってさ。あ、でもね、今日ね、が良かったんはさ、うわ、最悪ゴキブリおると思ったら、そのゴキブリぺちゃんこになっとったから。あらら、いたいたいた。何？生きてないからまだ大丈夫やったけど、でもこれ死んでるってことは、絶対こいつさ、絶対こいつ子供産んだ後に死んどるやんと思って。それはそれで嫌になった。それはそれで嫌。瓶でガノンの光返せますよって。ほんまに？ほんまに？瓶で返せんの？それちょっとガノン。ちょっとそんな倒され方したらガノンが泣いちゃうから。ウモケンピさんはね、弱い者いじめをしないタイプの人だから、ちゃんとガノンくんにもね、何？ ガノンくんにもちゃんと瓶じゃなく剣で叩こうと思います。自分が敵キャラやったらさ、もう瓶で倒されたってなってみ？瓶で倒されたってなってみ？泣くで。俺瓶にやられたんやって。はいはいはい。はいはいはい、ガノンくん。あ、もう登場のシーンやってくれんの？よいしょ。まあ、イモケンピさんはね、2回目になったらやたらとね、プレイになれるっていう傾向がありますんで、まあね。あー、作った。はい、嘘。はい、嘘。2回目でなれるとか嘘。全然慣れてなーい。よいしょ。さあ、どこかな？どこから来るのかな？あ、いた。あれ？ あれ？ 遅かった。あ、いたいた。戻ってった。っていうかさ、わざわざさ、上にいるというかさ、こんな好条件でさ、倒せるのめっちゃ良くない？ちょっとなんか変なとこ見ちゃったんだけど。わざわざ馬に乗っとるのにさ、馬の上から弓矢とかせずにさ、やってくれるのめっちゃ優しくない？あ、偽物だった。もう早速ね、HP がダメになっちゃってる。あー、遅かった。あー、ゼルダくーんからのリスン。シークシークシキパッパ。リスン。手首からイチゴが出てきた。ヘイ。シークシークシキパッパ。ヘイ。手首からマンゴー出てきた。あー、なんかダメだね。見つからなかったからできなかった。いたたたたた。シークシークシキパッパ。リスン。手首からイチゴが出てきた。お、お、どこだ？あれ、どこ？
どこ？なんかこの辺から撮った方が分かりやすいんかな。来た。あ、押すボタン間違えちゃった。あ、たたたたた。もう今ケンピったらダメダメじゃん。もう体力半分ないよ。もうないよ。あ、いた。いたけど後ろだな。どこかな、どこかな、どこかな。なんか声がする方向に一応見たらいいみたいなんだけど。えい、ちょっともう体力ない。全然じゃん。ダメダメじゃん。ダメダメじゃん。あは、あ、いた。戻ってくれた、戻ってくれた。あと一発、あと一発、あと一発だっけ。3発くらい当てたら確かさ。あ、いた。あー、あー、デルラくん、いっそ。本日2度目、いっそ。ちょっと遊びじゃないんだよ。しっかりしてくれなきゃ困るよ、ゼルダくん。勝手にゼルダのせいにしちゃおう。よいしょ。あ、こっちだ。え、もう。ダメじゃない。もう体力がないよ。誰だ、2回目で慣れるとか言ったやつ。全然慣れてないじゃないか。よしよし。あ、待って待って、剣で返すんだっけ。あ、ちょっと棒で見えないんだけど。あ、いたたたた。ちっけえ。カニ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 歩き。ちょっとこっち打ってくれないと君のこと攻撃できないんだけど。あ、いい感じいい感じ。えい。早かった。あ、ちょっと死んじゃうよ。あらら。あー、ちょっとあまり遠くてもダメだな。よいしょよいしょ。あと1回食らったらなんかダメな気するけど頑張ろう。あ、速くなるんだ。これはタイミングゲーかもしれない。頑張ろう。えい。ダメだった。もう、難しいぜ、これは。まったくもう。迷子だよ。みんな、ここで、神殿のレベルの高さに驚きました。あ、やっぱそうなんだ。いきなりやもんね。大人になってから。いきなりこいつ強くなるやん、的な。いや、確かにそれはそう。あ、ビンビン。っていうか、ポーをさ、ポー食べたらいいんじゃない。三つ瓶あるんだからさ。これさ、お化けいるじゃん。お化け飲むんよ。まあ、飲んでも全然回復とかはしないんだけど、回復とかは全然しないんだけど、なんかね、あの、お化け飲むんよ、ゼルダくん。ゼルダくんなんか知らないけど、お化け飲んじゃうの。お母さん見たらびっくりするよ。お化け屋敷で拾ってきたお化けを食べちゃったら。ゲットー。いるなら。オッケー。ありがとう、ありがとう。あ、違う違う。ほい。
タン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 。リンクです。あ、リンク、リンク、そうそう、間違えてた。ゼルダって言ってた。そう、ゼルダくんじゃない。ゼルダは私だ。ゼルダじゃなくて、リンクだよ。あ、こっち行かなくていいんだった。かわいいね。子犬、ワンワン。ワンワン、おー。よいしょ、ポポパー、ピンポン。先のターン吹いた。あれ？あ。ゲットだぜ。いや、ありがたいね。よいしょと。乱獲ナウ。妖精の乱獲ナウ。よいしょと。次こそは、勝つべし。よいしょ。てててたん。ポポパー、ポポパー、ポポポパパー、ピパピパポー。よいしょー。はい、でんぐり返しー。からのー、リコーダー。もうみんな今日でこの曲10回以上もう聴いてるよね、多分。あ、ちょっと近かった。そういえばさ、ナビはさ、何、青色の光で飛んでるのにさ、なんでこの回復するやつは赤色なんだろうね。なんか色によって違うなら黄色とかさ、紫とかもおるんかな。どうなんやろ。なんかそういう違いみたいなんがあるんかな。っていうか、違いというか、なんか種類があるのかな？なんかこの、ガイド専用ナビ。ガイド専用の妖精さん、回復妖精さん、なんだろう。なんか幸運が現れる妖精さんみたいな。なんかあるんかな？よいしょ。紫はいますね。紫はいるんだ。紫色の子もいるってことは、やっぱ、なんか色ごとに種類分けされてるってな。ありがとう、ありがとう。ほな、行きましょうか。ほな、戦いましょうか。あん。おいさ、なんかうまいことさ、ぴょんってやってさ、前に歩きながらやったらゼルダの中で沈むんよね。さっきやってて見つけたんやけど。よいしょっと。レッツゴー。パリラーパリラーパリラー、ほい。あ、間違えてた。ちょっと、雲なら弓は落としてよ。いや、関係ないか。雲と弓は全然関係ないか。よいしょ。タイヤー。あれ、タイヤー。タイヤー。あらあらあら。あれ、壁にぶつかってない？お金しか拾わないんだけど。パリーン。弓矢ゲットだぜ。ててててててジャーンプ。よいしょ。ほい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 。た、た、た、た。よいしょ。ゲットだぜ。よっしゃ。次こそ、ガノンドロフ。ガノントロフ、もうなんかガノントロフって聞いてもなんか美味しそうやなしか思わへん。ガノントロフってめっちゃ美味しそうじゃない、名前。あ、なんかさっきと弓矢とこれの位置違うから変えとこう。よいしょっと。ヘイ、ダイレクトアタック。よし、登る登るよ、階段登る。あれ、よしよし。回る回るよ、時代は回る。あ、あーもうこいつ来ちゃって、もう喜びへ悲しみ繰り返し、どこがダメだ。あー、人たちにも生まれ変わって巡り合うよ。あ、違った。
あたたたた。リスン、お、メイジさんいらっしゃい、こいしってね。体力が続々と削られてる芋けんぴさんです。おら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 。あ、無駄遣いダメ。音で聞いた方がいいみたいだな、これは。こっちだな。あ、早かった。回る今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう一度と笑顔には最近よく聞いとんのよな、いい曲だなーって。はい、よし。あ、何言ってんの？あ、たたたた。よいしょ。回る、回る、お時代は回る。おい。なんか全然当たんないんだけど。当たんないんだけど、ポンポでしょ。ちょっと、近いんだよ。ちょっと。えい。あ、いた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 。ちょっとちゃんとソーシャルディスタンス守ってよね。えい。あーん。ぐは。てってるてってってー。よいしょ。あらららら、あらら、一番初めがこの打ち返すの一番うまかった気がする。よしよし、こっからだよ。ポケモンみたい。レレ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 レ。お、倒した。てってれれー。からの、音をなかなかやるのは少し腕を上げたというわけか。だが、貴様が倒したのは所詮俺の棒。すぎぬ。先生も、不甲斐なきやつ、異次元の隙間に消え去れーい。あら、かわいちょんに。おめでとう、ありがとう。ナイス、ありがとう、処刑される。どんまい、どんまい。やったか。あ、なんか今目っけ。ハートのお茶を手に入れた。お、全回復ありがとう。じゃあここで芋けんぴさんの、あ、ちょっと待って、よいしょ。逆逆、こっち向いて。ちょっと画角が悪いかな。ちょっと画角が悪いかな。ではここで、芋けんぴが操作するリンクくんのスタイリッシュテレポートを見ていただきましょう。あてーい。そんなにかっこよくなかった。芋けんぴちゃんこんばんはって言って、おー、いつも来てくれてありがとう。坂本和樹さんいらっしゃい、教えてってね。みんないつも来てくれてありがとう。あ、出た、賢者。出た、賢者の間。出ましたね。出ちゃいましたね。賢者出ちゃいましたね。あ、ちょっとやかましい。MV、PV の時くらい静かにしとかんと。
ありがとう。あなたのおかげで賢者として目覚めることができました。私はサリア、森の神殿の賢者。きっとあなたが来てくれと信じてたわ。だってあなたは、ううん。何も言わないで。あなたと私は同じ世界で生きていけない運命だもん。そうなの？サリア、森の賢者としてあなたを助けていくの。さあ、このメダルを受け取って。あら、サリアはただの幼馴染じゃなくて魔法を持った賢者だったってことなのかい？っていうことなのかい？幼馴染はヒロインポジじゃなくて賢者ポジってことかい？感動のシーンやけど、イモケンピさんがおったらだいぶぶち壊しな気がする。まあ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 。ゲットだぜ！森のメダルを入手した。サリアは賢者として目覚め、勇者に一つ力が備わった。あ、宿った。宿った。サリアはいつまでもあなたの友達だからね。なんかさ、何？自分がさ、神様の受け子になった方みたいな発言するね、サリア。なんか光っとる。何これ？あ、目が生えてるんか。あ、新しいデクノキさんが。いや、もう死んだやん。その叫び方は倒された叫び声やろ。僕、デクノキの子供です。君とサリアが森の神殿の呪いを解いてくれたから、僕、生まれることができたです。本当にありがとうです。です。昔の仲間にはもう会ったですか？みんな大きくなった君に気づかなかったですね。コキリ族は大人にならない民族。7年経っても子供のままです。それじゃあなぜ君は大人になったのか知りたいですか？気づいてるかもしれないけど、君はコキリ族じゃないです。本当はハイリア人なんです。え、ハイリアの人だったの？いつかその役目を話すこと、それが僕の役目だったんです。叫び声をだったね。叫び声めっちゃ、あれじゃない？まだハイラ王がこの国を統一する以前、激しい戦争があったです。あの時、その戦争を逃れて、ハイリアの母親と赤ん坊が禁断の森に逃げ込んだです。深い傷を負っていた母親は、森の精霊デクノキに我が子の命を託したのです。です。あ、違う。デクノキは、その子を見たとき、世界の未来に関わる、感じ、です。母親が息を引き取った後、カンパはコキリ族と育てられ、ついに運命の日を迎えたのです。へぇー、ってことは、妖精じゃなかったんや。君はハイリアの子、いずれこのコキの森を出ていく運命だったのです。そして自分の運命を知った君、君にやるべきことがあるのです。そう、この配慮を作る使命がです。さあ、芋ケンピです。その神殿のです。呪いを解きです。ヘイフローです。取り回すのです。ですです。もういい。自分でやっとって楽しいけど、何やったの今の。机にしよう。芋ケンピさん椅子がいいかな。です。です。机になれ。あら、机になれ。あら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 。でさ、なんか読むのにさ、集中してさ、あんまり話し返ってこんかったんやけど、まあ、つまり、リンクくんは、妖精じゃなくて、普通にハイディアの生まれだったと。で、その母親と一緒に助かった？で、母親は亡くなってるんかな？あのいい感じ、言い方だと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ってことなんかな？亡くなっちゃったんだけど、よいしょしょ。あ、野生の回復するやつめっけ。これ、瓶で捕まえてるんかな。あ、瓶1個しか入ってない。よいしょ。あ、だから、あれか、妖精つかなかったわけね。取れないんか。やっぱちょっとナビは捕まえてそうにないです。ケンピー来たーだけで、おーハムスター最大者ゆっくり減ってね、ヤッホー。もケンピさんは今昆虫採集に来てます。嘘です。昆虫回収には来てません。よいしょ。あー、なるほどなー。ってことはよ。つまり、
リンクって王子もしかしてリンクって王子？何これ、なんか矢印ついとる。かかりこ村に行けってこと？了解。じゃあかかりこ村、なんか矢印ついてるからかかりこ村に行ってみようと思います。え、ここってかかりこ村だっけ？ここ森よね。名前違うの忘れてた。あ、まさはるくんか。まさはるくんいらっしゃい。クイシュってね、直せた。お、直してくれてありがとね。ありがとね。どうもどうも、やっほー。もけんぴさんは、今、リンクくんになって世界を冒険しております。人の妖精取らないで。はーい。はーい。取らない。欲しがりません。勝つまでは。よいしょと。じゃあ、とりあえず、かかりこ村に行こうかな。かかりこ村へレッドラゴン。レレタタラタタタタタレレ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 味にうるさいクレオパトラも食わず嫌いのナポレオンもみんな大好き魔法の呪文とっておきの呪文だよ。天使のスプーンで救ったら魔法のトトジだ。ハリラハリラハリラハラリカモネカモネミルクルカモネ作ってみみかナンバーワン。みんな知ってるこの歌クッキンアイドルマインちゃんのね一番好きな曲で、いやいいよマインちゃんはいいよね。あの矢印は何だったんだろう。どっかでイベント起きんのかな。え、どうも。あー、この話は聞きましたね。あ、もしかしてスパイダーが集まったとか？あと1個だ。残念。よいしょ。よいしょ。あら。あれ？なんでかかりこ村についてたんだろう。その歌初めて聞いた。え、本当に？本当に？うん、皆さんお変わりないようで。なんだろう、懐かしい歌、夏メロといえば、なんかあるかな。芋けんぴ的、最近ハマってる夏メロなんかあるかな。特にないな。懐かしい曲。懐かしい曲。アビーは何も答えてくれない。何なんだろう、この矢印。あ、鶏かな。鶏がそういえば孵化したんだった。渡してあげよう。あの人起こして。どの人？え、どの人？寝てる人？あの人ってどの人？あの、家で寝てた人？てててん。よいしょ。はい、どうも。え？鶏です。私のココ満足させてやったね。え？ココ渡してもダメなの？どういうこと？どういうこと？あ、鶏に差し出せばいいとか、そういう感じ？あ、鶏いないかな。うん、家の中の人、家の中の人起こしてみる？よいしょ。よいしょ。ここ。よいしょ。起きてくれるかな？起きてくれるかな？どうも。あ、なるほどね。なんだよ、せっかく気持ちよく寝てたのに。どんな牧場は、インゴに乗っ取られちまった。今じゃ、
陰謀牧場だよ。オーラは追い出されちまってこのありさま、娘のマロンは牧場で働かせてるだよ、心配だよ。なるほどね、これはね、寝てる人を起こせるんだ。ありがとう、じゃあ君は。特にさ、何も言ってなくてもここで鶏出すのさ、鶏怯えるよね。まあ、とりあえずじゃあ陰謀牧場に行きましょう。よいしょしょ、くるっ、よいしょ。これはお土産として持って行っても持って行かせてもらうぜ。便利だ。便利。バーイ。タイマー。あ、葉っぱ持ってない。よいしょっと。はい、ジャーンプ、バシャーン。牧場どっちだっけ？あっちかな。なんかでんぐり返し竿が早く動けてる気がしちゃうんだよね。どこかな、牧場どこだったかな。なんか謎にあるこの塀とか何なんだろう、あんまり分かってないんだよね。あれかな、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 そうかな、どうかな、違うかな、そうかな、何かな。よいしょ。牧場ってここだっけ？ここだよね。あったあった、ローの牧場。お邪魔しまーす。オッケー。あー、またダメだった。よいしょしょ。よいしょ。鶏も元気そうで何よりだよ。あ、開く。どうも、こんにちは。不審者でーす。こんにちは。あ、なんか寝てる人がいるね。誰この人。いや、やめろ、その歌は俺は、むにゃー。コケコッコー。あ、起きないね。あ、なんか歌を聞かせればいいのかな。なんだろう、こ、子守唄。子守唄聞かせてみる。え、そう、あ、オッケーオッケー、思い出した。あれ、でもなんかまだなんか点滅してるのは何なんだろう。あれかな、行った方がいいよってことなんかな。この人が嫌いな曲、置きたい曲って何なんだろう。寝てるなぁ。やめろ、その歌を俺はって。え、わかんないなぁ。わかんないからいいや。バイバイ。あはん。多分ね、もうそろそろ馬がもらえるはずなんだよね。確か大人になったらもらえるっていう噂で聞いた。ゼータ君は大人になったらね、名付け親じゃないや。なんか馬をもらえるようになるらしい。よいしょ、お邪魔しまーす。ん？やっほー馬たち。やっほー牛さん、元気？でも誰もいないね、ここ。よいしょ。お外は誰かいるのかな？右よし、左よし、変化なし。これで確か朝になるはず。よいしょー。はい、どうもー。夜だからかな？夜だから何もないのかな？よいしょっと。だだだだだだだ。よいしょー、こんにちはー。あら、やっぱいない。よいしょ。お、取れない。よいし
ょしょ、お昼になったから誰かいるかな。てかインゴさんがなんだっけ乗っとったんだっけ。しかもなんか誰か働かされてるんだっけ。あ、どうもどうも。あなたは昨日の俺が牧場を騙し取ったなんて優しい奴がかかり込むあたりにいるらしいんだが、ふざけんじゃねえ。タロンの野郎がお人よしなんだよ。このインゴー様が一生懸命働いたから今の牧場があるんだ。赤の谷の兄ちゃんなんかに文句言われたかねえな。それにガノドル様がこの俺の腕を見込んで牧場を任せてくださったら、俺は立派な馬を育てて大魔王ガノドル様に認めてもらって出世するんだ。そんなことで兄ちゃんはここに馬に乗りたいと思わねえか。ジュルピーで馬に乗るぜ。あ、じゃあ乗ってみるか。この手こう障害物を飛び越えるときはムチを入れて十分加速しますぐに端込め斜めに飛ぼうとすると、やがて飛ばないで降りるときは馬が完全止まっていかれた。それじゃあ参り終わり。へへへへ。牧場だ、牧場だよ。乗れないんだけど。これは乗れない馬なのかな。どうだってばよ。あれ、なんかちっちゃいお馬さんいなかった。何これは、何をしたらいいんだ。え、あ、思い出した。え、なになに、これは どうしたらいいんだい。あ、あれかな、牧場の歌か何かを弾けばいいってことかな。なんか牧場の歌が、あ、これエポナの歌、やっぱエポナの歌を弾けばいいってこと？よいしょ。あ、また、また。オッケー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 。はい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 。了解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 。エポナの歌を弾こう。エポナの歌どんなだっけ？多分エポナの歌を弾いたエポナが分かってくれるんだよね。トトトトトト、オッケーオッケー。パポーパー、パポーパーパー。あ、エポナって君かい？あ、これ違うわ。あ、ずれちゃった。あ、よいしょ。時間だね。ジュールピーポッチで粘られちゃいい迷惑だ。近くに来るよね。うん。で、これは何？意外と難しいよね。斜めだと飛ばない。これはつまり全部飛んだらいいってこと？あ、くしゃみごめんね。
ん、これはどういうゲームなんだいどういうゲームなんだい。もう一回やってみるとりあえずさっきこの人のあの家から20ルピーくらい、あの30ルピーくらいパクっていった気がするから、どうしたらいいんだろう。パポパーパポパー、あどうもどうも、よいしょ、あらダメだったっぽい。これ弓矢があるってことは弓矢でどっか撃たないといけないのかな。あ、間違えちゃった。よいしょ。なんだろう、脱走でもしたらいいのかな。脱走したらダメか。あ、なるほどね。これ飛ぶ瞬間に叩かないといけないんだ。あー、無理っぽいかな。今インゴと話してみて。うん。あ、ん？今じゃダメなのかな。わかる？あん。乗りながらインゴに話しかけて。オッケーオッケーオッケー。腕を上げたじゃないか。俺と一発レースしようで、その場でコース一周のシュズラ。ジョイルピーでどうだ。うん、やろう、勝負になる。あー、なるほどね。内回りでやっていけってことなんだね。大丈夫、うち馬娘やってるからさ。あ、なるほどね。これ回復するんだ。ずいぶん大回りになっちゃったな。一周勝負だからダメなのか。残念。もう一回。お、レースやる。もう一回。映画お酌。おっちゃんテンション高えな。あー、ちょっと大回りになりすぎた。よいしょよいしょよいしょ。なんかもう無理な気がするけど。ちょっと邪魔なんだけど、このおっちゃん。もう一回。あ、これがラスト。あ、でも50ルピーないから。よいしょ。よし。じゃあ、ちょっとお金稼ぎに行ってこようかな。実はね、芋けんぴさんにはへそくりがあってだね。よいしょよいしょ。ここのね、2階にあるんだけど、よいしょ。ここの実は2階にね、ちょっとへそくりがあってだね。よいしょ。よいしょ。タタタタタタタ、ちょ、よいしょよいしょ、おい、
はね、こんなところにへそくりがあるからね、これで実はお金をね、よしょよしょ、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 はい、55ルピーです。あと1回。よしょよしょ、ほい、ジャーンプ。これでクリアしたら、あれかな、馬もらえるんかな。50ルピー僕持ってないよとか言われちゃうんかな。代わりに馬をやるぜみたいな。そんな太っ腹なことある？よいしょ。あ、また間違えた。え？こっから？50ルピーなくない？50ルピーなくないかい？では60ルピーいるってことかい？あら、ならばよかろう、死んでもらおう。リセットされる、リセットされちゃうんだね。じゃあ乗った意味なかったな。あらららら、どっかお金転がってたりしたっけな。てかさっきのね、10ルピー無駄に使っちゃった感が半端ないぜ。よいしょっと。でもなんか娘さんただ働きさせられてるって話なんですけど、娘さんどこ行ったんすか。あ、いた。あら、目指すお客様なんて久しぶり、どこから来たの。まつりともいなくなっちゃう筋金の豆腐が現れてから、あちこち荒れ晴れてばばもつなだけ、インゴさんもあいつに気なでようと俺たちを利用し、みんなひどい人になっちゃう。牧場追い出されちゃって、私がインゴさんに逆ったの。あ、優しい、なんて優しい子なんだい君は。じゃあまた会おう。またお金が貯まって運動スキルがついてからだね。よいしょ。さて次はどこへ行こうかしら。なんでさ、このここが矢印がついたままなのかという謎なんですよね。あとなんか光ってるのはなんなんやろ。よいしょ。これこれ、ソーラーの里と、あ、でもこれイベントがあるってことなのかな。なんか行ってみなよみたいな。そういう感じのことなのかな。なんか誰か立ってる。あ、これあれか。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。1時間お付き合いいただきありがとうございました。ピース。まあ、次はね、この点々としてるところにお邪魔しに行ったらいいのかな。なんか多分イベントありやすいだろうし、ゼルダよりいい子。ゼルダ、ゼルダ結構人任せだからね。というわけで、ワリンク君はいいや。というわけで、というわけでって何か言うんやろ。というわけで、ありがとうございました。あつけんぴー、見てくれてありがとね。バイバーイ。1週間後にまたお会いしましょう。1週間後に。